両クラブのエンブレムには獅子が使われています。群馬の獅子は草津の温泉を守り、病魔を追い払うと言われ、チャンス作りましたね。琉球はやはり加藤純也から雨笠折り返し、跳ね返します。福村左足打ってきた、岩上のミドル炸裂、素晴らしいシュート。前半8分群馬先制です。やはりこのコントロールからシュートもハーフボレーですかね、ちょっと難しい技術ではあるんですけど、しっかりと、これ神コースと言われるズレっていうのは起きないので、これもそうですよね、はい、ここも福村に入ったところ、田中が寄せて深堀奪って、加藤が出てきた、加藤、シュート、ここは田口です。その後ちょっと続きません。ふわっとした浮き玉で深堀が裏を取る、深堀、岡崎のブロック、まだ深堀落として左足打つ、ナイスキーパー田口。いや、群馬の攻撃も今本当に波状攻撃でね、でここからマイナスからのシュート、ここから雨傘の強烈なシュートをよく止め、山中、加藤、そして岩上左足、清武、もう一度コーナーキックです。本当に岩上選手左足でしたけどね、はい、しかしここで試合終了のホイッスル。琉球対群馬、リーグ6位の攻撃力を持つ琉球とリーグ4位の堅守を誇る群馬のゲームは0対1。